ジルフィウス二世フリードリヒは、シレジアのビュルテンベルクイコールエールス公。ビュルテンベルクイコールエールス公。ジルフィウス一世、ニムロートとその妻で、エールス公、カールフリードリヒ一世の娘、エリーザベト・マリーの間の第三子,子、次男として生まれた。父が1664年に死ぬと、母が後見人として、公領を統治した。成人を前に、兄、 カール・フリードリヒと一緒にネーデルラントへのグランドツアーに赴いたが、旅行中に兄を亡くしている。1672年、兄弟たちの間で公爵領を分割相続することが決まるが、シレジアの諸公会議では、兄弟間の所領の割り当てをめぐって議論が続いた。結局、ジルフィウス・フリードリヒがエールスを確保し、すぐ下の弟クリスティアン・ウルリヒがベルンシュタットを マッテイ・ユリウス・ジークムントが、メチボルト、トレプニッツをそれぞれ分与される形となった。ジルフィウス・フリードリヒは、母が引退したため、未成年だったマッテイ・ユリウス・ジークムントの貢献を、短期間だが務めている。また、文芸愛好団体、ミノリオムスブ会の会員でもあった。1672年5月7日に、エールスにおいて、ビュルテンベルクイコールモンベリアルー、 ケオルク2世の娘で同族の、また10枚にあたるエレオノーレシャルロッテと結婚したが、間に子供を授からず、1697年に、死死のないまま没した。母、エリーザベトの遺言に基づき、医療は、自定クリスティアン・ウルリヒが相続した。ありがとうございます。